ロイアックスはイギリスのカーデザイナーである。アックスは1937年にイギリスのスカンソープで生まれ、1959年にルーツグループに入社した。そこでチーフスタイリストのチーまで昇進した後デザイン部長になった。1966年にルーツグループはクライスラーヨーロッパの一部となった。1982年にアックスは 遺跡先のブリティッシュレーランドで、デビッド・ベーチュから、スタリングディレクターの職を引き継ぎ、同年に解消したコベントリー工場の管理に、新しいデザインスタジオを設立する責任者となった。また新しい人材を集めることにも尽力した。この新しいスタジオから生まれた初期の作品には、プロジェクト XX や、コンセプトカーの MGEXE といったものがあった。 アックスは1991年にウォーウィックを拠点とする1986年にローバー社からのマネジメントバイアウトで設立された車両デザインのコンサルタント会社であるデザインリサーチアソシエーツのトップに就任した。ドラオーは1999年にアラップにより買収された。ロイアックスは2年間のガンとの闘病の末に2010年10月5日にフロリダ州で死去した。 アックスは1984年のオースチン・モンテゴのデザインにも関与した。この車のデザインはアックスが BL に入社する前に始まっていたが、量産に入る前の最後の段階の変更に手を加えることができた。外観の変更には、当時の自流にのっとったウエストラインを走る黒い帯状のラインの追加があった。BL の財政上の問題から、モンテゴとその姉妹車である、 デビットベーチュがデザインしたオースチンマエストロの発表は数年遅れた。ありがとうございます。